コセマリア・オラ・サバル・マンテローラは、スペイン・バスク州ギプスコア県、オンダ・リビア出身のプロゴルファーである。1994年と1999年の2度、マスターズで優勝した。ヨーロピアンツアーで、通算21勝、アメリカ PGA ツアーでマスターズを含む6勝を挙げ、日本でも1989年と1990年の、三井住友ビザ太平洋マスターズで、 大会2連覇を記録している。身長 178cm、体重 78kg、独身。1985年にプロ入り。1986年にエベルヨーロピアンマスターズ、スイスオープンでヨーロピアンツアー初優勝。1987年にアメリカ代表チームとヨーロッパ選抜チームによる団体戦、ライダーカップで、 ヨーロッパ選抜代表選手に初選出される。アメリカ PGA ツアーでの初優勝は、1990年の NEC ワールドシリーズオブゴルフであった。1994年のマスターズで、メジャー大会初優勝を飾り、スペイン人のゴルファーとして、セベバレステロス以来のマスターズ優勝者となった。この年は、NEC ワールドシリーズオブゴルフでも4年ぶり2度目の、 優勝がある。ところが1995年の後半から足の病気を患い、ライダーカップの出場自体を余儀なくされる。オラサバルはリウマチ性多発関節炎と診断され、1996年のシーズンは全くプレーできなかった。その闘病期間中は歩行も困難な状態で、ほとんど寝たきり、同然の生活だったという。 1997年3月初頭のドバイデザートクラシックで18ヶ月ぶりに復帰し、3月23日にツレスパナマスターズオープンドカナリアで復活優勝を飾った。1999年のマスターズでオラサバルはデイビスラブ三世とグレグ・ノーマンの追撃を振り切って5年ぶり2度目の優勝を飾る。歩行困難な時期もあった。 闘病生活を克服しての復活優勝だった。アメリカツアーでは2002年のビュイック招待で6勝目を挙げている。2005年の全英オープンでオラサバルは繰り上げから出場資格を獲得し、予選ラウンドの2日間と最終日をタイガーウッズと一緒に回った。オラサバルは8位アンダーパーで3位タイに終わり、ウッズのダブルグランドスラム達成に立ち会うことになった。 その後欧州 PGA ツアーで3年ぶりの優勝を果たし10月に地元スペインのマヨルカクラシックを制した2006年のマスターズで3位体に入った後再び故障に悩まされ最近は満足にツアー大会出場をこなせない年月が続いているという日本ゴルフツアー主催のトーナメントでも 1989年と1990年のビザ太平洋クラブマスターズで大会に連覇を達成している。オラサバルは長年にわたりスペイン国内にある多数のゴルフコースの設計も手がけてきた。2004年の MC ワールドカップ会場として使用されたセビリアのリアルクラブドゴルフは オラ・サバルが設計したコースである。2009年の世界ゴルフ伝堂入りが決定している。2013年にはライダーカップで欧州チームの優勝を貢献したことにより、アストリアス皇太子賞のスポーツ部門を受賞した。ありがとうございます。